ああそうバルカンがねちょっといつの間にか取れてましたこここうやってなってたんだけど取れてたバルカンどこここや <laughs> 内臓が丸見えそう取れちゃいましたいやさすがにちょっとバルカン無理だったかと思ってね、まあ、またちょっと貼り直したいと思います貼り直そうえー、っと えーとトハイエさん、トハイエさん、えー、初訪問ありがとうございます。ボイスラボ東京7期生の梅本泉と申します。よろしくお願いします。そうなんですよね、ちょっとね、バルカンが取れちゃいましたので、また、またちょっと貼り付けたいなと思います。重たすぎたのか、バルカン。 ー昨日一足お先に24歳になりましたおおめでとうともかちゃんおめでとうおめでとう24歳かそっか同い年だったか同い年だったねそういえばねおめでとうおめでとうともかちゃんおめでとうハッピーバースデーディアともかちゃんハッピーバースデートゥユーパチパチおめでとうパチパチおめでとうおめでとういい一年を。 お過ごしください。イェーイ <laughs>、えー。えおめでとう。お埼玉のおじいちゃんさん、ハートありがとうございます。ディランさんも、星、ありがとう。流れ星じゃなかった。虹の星だ。虹の星。ありがとう。ありがとう。はっ。<laughs> およかった。 お誕生日おめでとう今日お誕生日の人もおめでとう <laughs> おめでとうえーと岡さん2度目の訪問ありがとうございますありがとうそういえばねあのー、私ねあのー、今ね所持金所持金がね今ね100円しかなくて明日ね100円で過ごすことになったんですよ皆さんどうしたらいいと思う <laughs> 明日100円で過ごすことになってしまった。 えーとアドルンさん、えー、初訪問ありがとうございますありがとうえっ、ー、とアサミンさんえーとナハエとは花火だ花火ありがとうありがとうございますありがとう <laughs> 高校生かそうあのー、ねあのお金をねお、ね、ろせばねあるんですよお金をおろせばねあるんですけどなんか手数料が取られちゃうのがすごいもったいないなと思って。 明日はね、ちょっとね、100円で過ごそうかなっていう試み。<laughs> 試みです。うイす。うイす。っていうね、試みで。でね、今日のね、あのー、昼、うん ?14 時か。そう、14時まで、なんかね、おろすのが、なんか無料のところがね、あったんですよ。ファミマかなそう、確かね、ファミマが14時までね、 あのー、確か無料だったはずそうおろすのが無料だったはずでそれでおろそうと思ってたんですよ私そうそれでねおろそうと思ったんですけどあのね昨日ね昨日本当になんか知らないけどねめっちゃ疲れててもう本当に本当にもうなんかね体力がすごいねない日だったんですよねでそれでなんか夜の10ん夜19時半ぐらいに帰ってきたのかな で帰ってきてでねその後もうねすぐに私もうぶっ倒れるように寝ちゃってたんですよ昨日なぜかめっちゃ疲れててもうねもう服も着替えずもう帰ってきたらすぐバタンだからもう服も着替えずもう風呂にも入らず布団も引かず電気もついたままバタンってもうそのまま倒れるかのように。 もうねそうねそもはや気絶そうもはや気絶状態であー疲れたーおやすみーみたいな状態でやっちまってねでそれでもうアラームもかけてなかったから起きた時にねもう1時58分とかでやばいみたいなやばいもうメイクも落としてないしやばいみたいな状態で起きてしまって。 そうで起きてしまってでもうお金もおろせんやんと思っていやわいわイわメイクもしてるしみたいな急いで落としてみたいなえっ、ー、とポリンちゃんさんが初訪問ありがとうございますボボイスラボ東京7期生の梅本泉ですすよろししくお願いしますそう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 19時半から14時そうあたりまでねもう寝ちゃってて <laughs> そう時すでにお寿司状態そう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  もうね、そんな感じでもうねすべてにおいて予定が崩れてしまうという事態がね発生してしまいましたね昨日はねおりっちゃまさんこんばんはぜひゆっくりしててねってな感じでねってな感じで今日はねあのそんなわけでちょっとね夜ご飯でも作ろうかなっていう感じで久しぶりのチークが <laughs> ガチ夜ご飯を作りたいと思いますイエーイ いェいイいイ,イ,エイという感じでね、一緒にちょっとね、夜ご飯を作る現場をね、見て、見てみてください。見てってください。ということで、夜ご飯作り。よいしょ。おう、高尾りんごさん。おう、ありがとうございます。虹の星。虹の星、ありがとうございます。グーさん、お疲れ。グーさんもお疲れ。お疲れ。ヤスエムさん。花火、ありがとうございます。そして、埼玉のおじいちゃんさん。すごいね。 ブドウだ <laughs> ブドウありがとうございますえブドウは新しいよね新しいよねおーいいね可愛い,いありがとうございますありがとうブドウ私ねあのフルーツの中だったらねブドウめっちゃ大好きでそうメロンとねブドウが自分大好きなんですよ嬉しいなありがとうございますありがとう そうそうそうチーク菓子で晩ご飯そうそうそうチーク菓子で晩ご飯を作る時が来ましたいや今までね皆さんこれが晩ご飯ですかとかねよくね私聞かれてたんだけどガチ夜ご飯になるとは思いもしなかったまさかこれが <laughs> えっとんゆんなんて読むんだろうゆいティングさん、Why さんかなあ台湾の方だ初訪問ありがとうございますいやついにね私もあれみたいなもうローマ字が読めないぐらいに頭が回らなくなってしまったのかと思ってたけど台湾の方だった来てくださってありがとうございます是非ごゆっくりしててくださいそうそうガチすぎですよねガチすぎるあきたんさん初訪問ありがとうございますありがとう いや私ね考えたもう明日のメニュー明日のメニューはとりあえずねあの今冷蔵庫の中にねお米はあるんですよお米があるから明日カレーかな <laughs> カレーカレー作ろうかなカレー作ろうかなと思って作るというかカレーをチンするおみえちゃんこんばんは来てくれてありがとうありがとうこでさんも来てくださってありがとうございますえーと おいいなうどんうどんいいねうどんめっちゃいいねうどん大好きもうどっかね皆さん東京で美味しいうどん屋さんとかあったら教えてほしいもううどんめっちゃ大好きで自分うどんも大好きだからも,うもしね東京でね美味しいうどん屋さんとかあったらねぜひ教えてほしいえオノピーさんほぼ初見ですがよろしくです絶対もうねオノピーさんはもうベテランですよ <laughs> ベテラン初見じゃないもうベテランです <laughs> 米があればなんとかなるねうん米とりあえずお米だ丸亀製麺うまいあ丸亀製麺あなんかね見たことあるおいしいんだ丸亀製麺今度行ってみようかなねうどん屋さんねなかなかねないよね丸亀製麺はねどんな味なんだろうね意外と食べたことなかったということで今日はこちらをねちょっと作っていこうと思いますはいちょっとね 今日はね、晩ごはを作るよって <laughs> 書いとこう「つるとんたん」はゆいりご用ご用んて読むんだこれご用足しだっけご用足しで合ってる <laughs> えそうなんだつるとんたんかちょっとスクショ撮っとこうえー、ちょっと行ってみたいかもゆいりさんと行ってみたいかも <laughs> 楽しみだな。楽しみだな。うん、もうこれ楽しみですね。フリアンフリアンフリ。フリフリとは。これのこと、これを作るまでのフリってこと。まあ、そうかもしれない。いや、そうかもしれないけど。うん、そうだね。<laughs> そう、主食の話からドーナツへ。そう、ドーナツ。そう、ドーナツ、ちょっとね、作ってみようかなって思います。 いやーねえ久しぶりだからちょっとやばいねチーク菓子あ可愛い見てこれめっちゃ可愛くない自分こういうの好きなんかこういうなんだろう鳥鳥,も鳥のなんかミニキャラみたいなめっちゃ好き <laughs> おネルプーさんハート100個受け取ってありがとうございますありがとうあネルプーさん ハートいいっぱいありがとうございます。ありがとう。あと、えっ、ー、と、いおりさん、星いっぱいありがとうございます。星もありがとう。そうですよ、チーク菓子は本当に久しぶりだから、やばいですね、もう、どうだろう。ちょっと、チーク菓子、もうベテランなんだけど、自分 <laughs> 結構もう、いろいろ作ってきちゃってるんだけどね、久しぶりだから、ちょっと緊張するな。作りますね。 あれでも最近はそうだなチーク菓子よりも何かやってたっけセボンスターとかあと開封系多かったかな最近は最近はそういう感じのが多かったのでチーク菓子とかあんまりね作ってこなかったね お、流れ星ありがとう、流れ星。お、ねるぷーさんありがとうございます。お、いっぱいありがとう。ありがとう。<laughs> ありがとうございます。なんか可愛い夢川。えー、っと、みえちゃん、ぶどうありがとう。ねるぷーさん、本とハートありがとうございます。流れ星もね、ありがとうございました。あー、輪ゴムパート2。そう、あの、前回のね、配信は、そう、輪ゴム、 でね、カラフルゴムっていうものをねあの買ってきてブレスレットを作ったんですよねでもさすがに2回連続はね皆さん飽きちゃうかなと思ったのでちょっとチーク菓子にしましたチーク菓子でもう適当にね作っていきますね晩ご飯をねトレイをまず切るところからトレイを切りたいと思います直近直近 なんか大体もうこのなんか切るっていう工程はね説明書見なくてもって感じだねもう線があるだけであこれはもうハサミで切るんだなっていう感じでもうそこはもうね見なくても分かるで切って切ったら次何するんだっけ次は何するんだもう生地か。 えーっと三角カップとととととと,と,と3杯3杯を入れたらいいのかこれにこれに3杯お水そう結構慣れましたいろいろ配信の内容考えてすごいねありがとうございますそうなんかねなんか毎日配信とか なんかねそういうのができない代わりになんかこういうことをしようかなっていう感じ <laughs> なんかねちょっと内容重視で頑張っていこうかなみたいな感じでそう配信してます私はこんな感じで3倍入れましたねなんか前回の,その配信はなんかこういうことやったよねみたいなうんーなんかね一回一回なんか印象に残る配信していきたいなみたいな。 そんな感じがあります。私はね。こんばんは。ほー、こんばんにゃ。ほー <laughs> えーとあさみんさん流れ星ありがとうございます。おんぷもありがとう。なんか音符のさ、シンプルなやつがめちゃくちゃ懐かしく感じる。ありがとう。ありがとう。ともかちゃんも流れ星ありがとう。ありがとう。 そう、何か作ってる。そう、これをね、作ってるんですよ。晩ご飯作りですね。晩ご飯を作っております。で、うん、カスタード生地のもとか。もうすでにお腹空いてる。カスタード生地のもとか。もうね、お腹空きすぎてね、もうドーナツめっちゃ楽しみ。<laughs> えっと、ンジさん、初訪問ありがとうございます。ボイスラボ東京7期生の梅本泉と申します。よろしくね。 あの今こちら作作っっててまますすドドーーナナツツいやーなんか映えって感じで作りたいよねだってこれさもうドーナツ作るだけじゃなくてさもうデザインセンスも問われてるじゃんこれ <laughs> 可愛く作りたいよねカスタード生地の素を入れて混ぜ混ぜしますね 明日は百円生活頑張って、頑張ります。頑張ります。ありがとう応援ありがとうございます <laughs>。ありがとう応援どうもありがとう。確かに一回一回記憶残るかも。ありがとう。ありがとう。そう言ってもらえて。嬉しいよ嬉しい。嬉しすぎますね <laughs>。職人技の見せ所。あ、こんばんは。こんばんは。 そうですよもう職人どころん職人あ <laughs> 職人 <laughs> 混ざっちゃった <laughs> 職人技と見せどころが混ざりました <laughs> なんかそういうことない混ざっちゃうみたいなよし入れてこう入れてこうカスタード生地の素をね入れますサササーすさささでもう高速で混ぜますこれねあのボケっとしとるとねあ山口弁みたいになったかなボケっとねしてると固まるのがねめちゃくちゃ早いんですよ だからねすぐにもう混ぜないと全然見えてないな <laughs> 全然見えてないめっちゃいい香りがするすごいいい香りがするやばいあーなんかまた白い風船のようなそんな香りがしますねえっ、ー、と母パンダさん初訪問ありがとうございますボイスラボ東京7期生の梅本泉と申しますよろしくお願いします 今晩御飯作ってます。<laughs> ドーナツ作ってます。ぜひごゆっくりしてってください。稀によくある。稀には少なめだけど、よくあるはよくある。だからなんか稀によくある。だか <laughs> やっぱ風船なんだ。うん。なんかね。知育菓子はね。全体的になんか白い風船の匂いが漂ってくるんだよね。そう、こんな感じでボソボソだ。ボソボソ。 おもふもふさん、こんばんは。こんばんはです。ぜひ、ごゆっくりしててくださーい。<laughs> 晩ご飯を今作ってます。晩ご飯作り。おいい感じかも。いい感じに。まだちょっとね、混ざりきってない感じあるけど、なんかいい感じに。うん、見えないね。こんな感じです。いいね。はーい、いい香り。<laughs> ジャルソンさん、結婚して。絶対結婚しような。<laughs> 結婚しような。結婚指輪ではなくご飯 <laughs> それ私のご飯ですかそうです、そうです。あのー、ね、これがもう結婚指輪的なご飯的な <laughs> 感じふう。ふうふうふう。 よいしょでまとまったらまとまったら手,のん手でつぶすようによくこねてドーナツシートに置いていきますって書いてあるこねこねするのかでドーナツシートはこれかこれだ4つ作れるんだ結構小さめ小さめなのかそうだね小さめだねよしで こねます。手でこねます。よいしょよいしょで手でこねます。こねちゃいます。<laughs> 新婚早々100円生活。いやそうだね。あ、そうだね。じゃあね、あのサームさんはあの1円でお願いします。私はね99円で <laughs> 生活しましょう <laughs>。って感じでよろしくお願いします。 寝ます。指輪の代わりにドーナツはあり？あいいね。指輪よりも結構嬉しいかもなんかドーナツ。<laughs> ドーナツ。私あのー、ミスドミスドのあのー、ポンデリング好きなので <laughs> ポンデリングがいいな。よいしょよいしょ。うわなんかまだまだね粉感がやばいかも粉感がやばい。 粉缶やばいけどもう手遅れめっちゃついてる手に日本の物価では何も買えんどうしよう <laughs> 1円で何か買えるものってあるのかなあるかななんか調べてみたくなった1円で何か買えるものってあるないよね多分1円ってないよねあるのかな10円とかだったらあるけどね 10円5円5円からあるかえ五5円5円チョコってあったっけ10円チョコだっけ5円チョコだったら買えるね1円はさすがに無理か <laughs> おおええ切って1円切ってえ一1円の切ってってあるのえー、でも何も使えない何も使えないもう1円切ってじゃのもう何も何も使えないヤフオクあヤフオクああ でもさ、あれじゃない送料が <laughs> 送料とパソコン代で1円じゃ何も買えないかやっぱ1円切っても徒歩で行ける範囲ならいいけどさ電車賃とかもあるよねおいっちゃんとかひろとかさんが2度目の訪問ありがとうございますありがとうよしなんとなくなんとなく記事できましたで記事ができたら。 できましたらギュッギュッギュッとえっ、ー、とえっ、ー、ととととと,とドーナツ型あこれかこれこれだねあ違う4等分にして分けることをしてなかった4等分にするこれを4等分にしますあわらしべ長者やるべいいねいいね でも切手と交換しててくれるる人っているのかなもうあれじゃん1円だからもう本当の本当のさもう最低価格っていうか <laughs> もう交換してくれる人いるのかなそんな親切な人とかいるのかな泉市大食いやったっけいや大食いではない大食いではないけどうんうんでもねめっちゃ日によるかなおありがとう花火 ありがとうございますね。あさみんさんありがとう, <laughs> がとう花火。ありがとうね。そうなんかね日によるんだよね。めちゃくちゃ日による。もうね食べる日はねもう3食食べないと気が済まない感じだけどだけどねなんかあんまり食べたくないなっていう日はね食べない日もあるかもっていうレベル。食べない日もあるし1食とかねなんかそんな日もあるっていう。あっ 押し込んでできます4等分にししたので押つしぶしていきます押ししつぶなんか4等分ってちょっと若干足りないような気がするんだけどもねほらこんな感じでなんかチーク菓子あるあるだと思うんだけどねなんか4等分とかにして全然足りない時あるんですよこんな感じで <laughs> なんかもう食いかけみたいな <laughs> そんな時がある。 無理やり伸ばしていくしかないかで無理やり伸ばすとねめっちゃ出来が悪くなっちゃうっていう事件女性は日によるよねそうなんだ逆に男性ってそんな日ないの毎日も同じ量って感じ一日ねもう本当に食べない日は本当に食べないからね押しすぎなんじゃ え、そうなのかな押しすぎなのかとりあえずとりあえずねこんな感じでできましたあ回転寿司えー、最高で最高でどのぐらいだろうね6皿とか <laughs> その辺かも6皿食べてあと デザートでなんかデデザザーートトでで茶碗蒸しっていう <laughs> デザートではないかもしれないけど茶碗蒸し分を最後にちょっと残しとくみたいな感じかなそんな感じかも平均って何皿ぐらいなんだろうね6皿ってそんなに食べない方だと思うんだけど普通か普通だったか普通か普通なのね6皿ぐらいかな そのぐらいかもしれないもうね、はま寿司がめっちゃ好きかな寿司屋だったらは <laughs> ま寿司が一番美味しいもうね、はま寿司も毎日通いたいぐらい好きかもえ佐藤千さんこんばんは来てくださってありがとうございますぜひごゆっくりこんな感じで今ドーナツを作ってます <laughs> えぇ、ー、ジュースサかでもいいななんかね 結構自分は小食な方だからねできればさもういっぱい楽しみたいのよなんかさお腹いっぱいだけどいろんな種類のねなんかお寿司楽しみたいなとかね思うんですよやっぱりだから大食いになりたかったなって大食いだったらさいろんな味楽しめるじゃんめっちゃいいなと思ってもうね小食だとねあの食べ歩きとかできないんですよできないなんか友達とかとさ 一緒に祭りとかでさ一緒にで祭りとかまああとそうだなもう本当に食べるそのエリアとかあるとするじゃないですかいっぱい食べ歩けるエリアとかねあるとしてまあそういうところとかに行くとね自分ね1回しか食べれないんだよねもう本当友達に申し訳ないなって思うんだけど1個しか食べれないそうですよねそうなんですよねえっ、ー 先週16皿ととラーーメンとミルフィーユ食べましたいいなあなんかいいなーなんかさ16皿とか食べた後にさあー寿司飽きたなーラーメンにしようラーメン食べてあーでも甘いものも食べたいしーってミルフィーユ食べれるのめっちゃいいよねめっちゃいいシェアすればいいんじゃないあー確かにシェアいいね。 でもねそう,そうにもいかないんだよなんか友達はめちゃくちゃ食べるでも自分はめちゃくちゃ食べれないみたいななんか極端にめっちゃ食べるとめっちゃ食べないが融合しちゃってるからさそれだとなんかちょっと申し訳ないなみたいなあーコスパはいいよね少ない方がコスパはいいんだろうけどできたよできたできたらこれで一旦えーとどうすんだ できたらうん取り出したんだ100均で買ってきましたこのお皿を買ってきたのでここに押し出します押し出すほわこれ難しいかも押し出すのめっちゃむずいかもしれない大丈夫かこれ大丈夫めちゃくちゃ難しいんだがえ難しいんだが大丈夫そうえこれめっちゃ難しい押し出すのが一番難しいかも え、難しすぎるやばいあ押し出せたけどすごい形が崩れてるなんとかごまかそうごまかしの技えめっちゃ難しいこれ押し出すのいや難しい難しすぎるよあできたできたできた ちょっとね大丈夫かな大丈夫かななんかついてるなんかついてるよしできたこんな感じになりましたうんいいんじゃないギリギリ大丈夫ちょっとね形がね崩れそうになったというか大丈夫か大丈夫だあやばい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 なんか穴開いてるんだけどほら穴開いちゃったんだけど <laughs> 大丈夫かこれ大丈夫かすごい音してるそうもう豪快に取り出したんですよこれ豪快に取り出してねもうなんかもうボッコボコになっちゃってほらボッコボコこれ <laughs> 大丈夫かこれ次綺麗な型が取れないかもしれないレベルでボッコボコになってるのこれほらでまた入れ直しまーす <laughs> また入れ直しまーす そうこれさ真ん中にねこう穴の部分があるからさそこでなんかねちぎれそうになる <laughs> 難しい10回ぐらい行ってたかもそう,もう自分個人的にはね1回ぐらいしか行ってないような気がしたけど <laughs> ドロップさんが2度目の訪問ありがとうございますおかえりおかえりぜひごゆっくりえー、とハイハイヤハイヤ ぶんぶんさんかな、初訪問ありがとうございます。ボイスラボ東京七期生の梅本泉と申します。よろしくね。えっとマックス鹿児島さん、ハート連なってるやつ、ありがとうございます。ありがとう。ちゅりさん。えっ、ー、と、ぶどうありがとうございます。ぶどう嬉しい。ありがとう。マックス鹿児島さん、ハート連なってるやつ、いっぱいありがとうございます。 えー、マープーさん、ありがとう、花火、ありがとうございます。ありがとう。おー、すごいいっぱい来てくださった。えー、っと、いおばさん、2度目の訪問、ありがとうございます。おかえり。えー、っと、ジョーカーです、さんが2度目の訪問、ありがとうございます。えー、そして、ヒロさん、2度目の訪問、おかえり、おかえり。ぜひごゆっくり。すごいね、いっぱい来てくれたね。ありがとうございます。 ありがとう今ドーナツを作ってますこんな感じでね飼育菓子なんですけどドーナツ作ってますなんかリアルでもドーナツとかそういうお菓子とか作ってみたいなって思ってるなんかいつかいつか配信でやってみたいなって思ってるんだけどね難しいかなお菓子って作るの時間かかるんだっけ難しいかもな なんかね自炊始めようかなってちょっと結構悩んでて今自炊をねなんか簡単なやつでいいからなんかちょっと始めてみたいなーっておおひろさんはじめまして嘘初はじめましてなのかえー、来てくださってありがとうございますはじめましてはじめましてよろしくお願いしますおんそっか 来てくださってありがとうございます。よろしくお願いします。よろしく。よいしょ。あ、お腹なった。<laughs> お腹が鳴っちゃった。そう、今お腹空いてるから、めっちゃお腹が鳴ってしまうという。もうクッキーなら今は粉あるから簡単だよ。バター買うだけでオッケー。え。ええ、クッキー。え、そうなんだ。 バターを買うだけでいいいいのめっちゃいい時代になったね <laughs> 今はレシピもすぐ調べられるからねおーなるほどねあーそっかいやでも本当に便利になったよねなんかわざわざさ料理本とかも買わなくていいじゃないですか今ってでも自炊するにしても何から作り始めたらいいんだろうっていうカレーから作ろうかな自分ねめっちゃカレーも好きで。 カレーも大好きで、あの一時期ね。毎日食べてたんですよ。カレーをね。冬とかよく食べてるカレーを毎日冬はね。カレーと卵かけをね。めっちゃ食べてるんですよ。<laughs> 美味しい。いや、これからね。寒くなるじゃないですか。もう卵かけの季節じゃん。もう超楽しみで。でもう卵かけめっちゃ大好きでってもうめっちゃお腹空いてるからご飯トークしかしてないんだけど。 あーハンバーグねハンバーグもいいねあのハンバーグにあのブルダックソースっていうソースがあるんですけどそれをかけて食べるのがめっちゃ好きめっちゃ好きあのカルディっていうねあの美味しいねなんかなんだろうお菓子とかあとなんかそういうソースとかねあとご飯とかも売ってるかなそういうのがね売ってある場所があってそこに あるのであのブルダックソースっていうピンクのね私は色がおすすめであるのでおおありがとうはやちゃんさんくまありがとうくまありがとうねはやちゃんさん <laughs> かわいいくまちゃんいただきましたありがとう I love you ありがとうふふふふおゆうきさんおおアイスクリームありがとうアイスクリームありがとうねめっちゃもう飯テロなんだが <laughs> 飯テロありがとう飯テロもありがとう そう辛いやつをあのハンバーグにねかけるとそんなに辛くないから多分皆さんでも食べれるんじゃないかなって思う是非おすすめだから食べてみてほしいですね食べてみてほしいなってあ茶碗蒸しいいよね茶碗蒸しなんか茶碗蒸しって簡単に作れるらしいねそう自分ね茶碗蒸しも超好きでもう全部好きやんって感じなんだけど茶碗蒸しもねめっちゃ好きだから つ作ってみたいな一回作ってみたいかもよしできましたできたよドーナツこんな感じでできたいいのかなこれでいいのかなこれあれに似てないあの半分だけ茶色茶色なやつなんかミスドのさあるじゃんあれにめっちゃ似てない水色のくまちゃんと水色の泉ちゃんだねおうありがとう。 自分ね、水色をめっちゃ好きになったんだよここ数年でだから今日は水色着てます <laughs> フレンチクルーラーあ、そんな名前なんだおフレンチクルーラー詳しいね、詳しいね,ね詳しいですねそれだ、それだと思う多分めっちゃ似てるよねめっちゃ似てたよし、えっ、ー、とピュア4さえー、2度目の訪問ありがとうございますおかえり、おかえり そしてサムさん、えー、初訪問ありがとうございますあなるほどねサムさんか寒い方の冬の方の初訪問ありがとうございますそういえばさあのつい最近あの私セリアに行ったっていう話をね前あの配信でしたんですけどあのー、なんかもうあのハロウィンのグッズが置いてあったことにめっちゃびっくりしたんですよね。早くないもうハロウィンですかって 早くない嘘ってもうハロウィンの時期かって <laughs> そういうことないなんかでさハロウィンが終わったらもうクリスマスのもの置いてない早くないって気持ち早くないってで私はまだ追いついてないよその気持ちにって <laughs> 思うんだよ毎年でえーとチョコんバニラソースといちごソースを作るのか次えっ、ー、と これかね確かにねね早くないそしてバレンタインそうバレンタインもさ気持ち早いよねいやまだみんなチョコ買いませんってって思うんだよ早すぎていやまださすがに大丈夫でしょうみたいなえー、そう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 晩ご飯ですよこれ晩ご飯に そうチョコソースともうココアの生地がめちゃくちゃでかいあれいちごいちごのソースいちごのソースはあったこれだこれだねこれだバニラといちごのソースをのせてくこちらですねこちらに待って三角カップがどこにあるのか分からなくなってしまったあった <laughs> そうハロウィンはねね本当楽しみだよ、ね、そう自分ねハロウィンの季節超好きもう超好きだからさまあでもねハロウィンだからといってね、まあ、何かやるっていうわけでもないけどあでもさ今年の今年はさ配信が今あるからそうあるからちょっと軽くコスプレ配信とかやってみようかなやってみようかなってちょっと悩んでるんだよおろ白熊さん初訪問ありがとうございます。 ボイスラボ東京七期生の梅本泉と申します。よろしくね。久しぶりに動いてるズミ見た。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ動いてるところごゆっくり <laughs>。見ててください。動いてます <laughs>。うん。そう、ハロウィン配信とかやってみたいなって思う。 ね、今までそういうコスプレして配信とかやったことなかったからねお風呂に入ってる間にいろいろ進んでいてびっくりしたあお風呂入ってたんだそう今ねあの後半戦まで来てるかなそうドーナツね今作ってて後半戦はーい <laughs> ありがとうコスプレは何年ぶりコスプレというねコスプレを人生の中で。 ちょっとあんまりやったことなくてあ,あ,あんまりやったことないかも本当に本当にやったことなくて一番最後にねやったのはね私がねあの活動してた時だねあのハロウィン公演っていうのがあってそうハロウィン公演で、うん、最後最後だったかなうさぎの,あのバニーちゃんバニーちゃんのコスプレそうバニーちゃんまあ、でもセクシー系とかではないけどバニーちゃんのコスプレしたのが最後かな。 をりかさんを初穂もありがとうございます。えを、ー、よろしくお願いします。ボイスラボ東京7期生の梅本泉と申します。よろしくお願いします。そう、それが4年前じゃ,じゃない。4年前4年5年も前かもしれないけど <laughs>、そんな感じ。マジと思ったらセクシーではないんですね。セクシーではないね。 セクシーではないけど、うーん、まあ腹とかは出てるかなって <laughs> お腹おなは出てるかな。あれは自分で選んだの？うん、うん、あれはあのユイリーさんがね選んでくださったんですよ。村山ユイリーさんが選んでくださいました。それでね来たんだけどね。そう、それが最後。だから今年はちょっとねハロウィーンでまた4年ぶりぐらいにちょっとねコスプレやってみたいなって思ってる。 バニーちゃんいいねありがとうバニーちゃんね可愛か,かったよゆえりーさんが選んでくださったバニーちゃんはすごい可愛かったえーとナナさん初訪問ありがとうございます初訪問ありがとうボイスラボ東京7期生の梅本泉と申しますよろしくお願いしますえー、クークー寝るおさんが2度目の訪問ありがとうございますおかえり すばるさんが初訪問ありがとうございます。よろしくお願いします。今晩ご飯作っててドーナツを作ってます。こんな感じでね。そんな感じでした。ということでバニラの素入れます。バニラの素ととバニラあどうしよっかな。どうしよう。1個ずつにしようかちょっと怖いからね。入れてきます。バニラを入れます。 でね実はねあの私どっかでねあのコスプレしようとね思ってたんですよ思ってたんだけどちょっとね機会をねあの見失っちゃったっていうことが起きててそうあの実はね「あの弱虫ペダル」っていうアニメ皆さんご存知ですかご存知ご存知ないかもしれないご存知でしょうかそ,うそ,それのあのあ あの主人公の小野田くんのコスプレをねなんかいつしかねやろうって思ってたんですよそうやろうと思ってたんだけどその機会を逃しちゃったっていうお <laughs> 知ってるよおおおおおそう自分ねあの主人公のね小野田くんをねめちゃくちゃ推してた時期があってねそうコスプレをねして皆さんにお見せしようかなって思ってたんだけどちょっと機会逃しちゃったそう小野田くん推しなんだよね そう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 う小野田坂道くんがね自分ねすごい一時期の推しててねそ,うそれのコスプレをしようと思ってたんだけどまあでもねまた次コスプレするとしたらもう女の子のキャラやりたいからもう初コスは女の子でいこうかなとか思ったりおそう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 メガネそうメガネのねなんだけどねなんかそうすごい可愛くて推しなんですよ <laughs> ヒロインの子やろ いやなんかねなんでだろうねなんかね私はアニメ見る時にねあの主人公好きになりがちなんですよね <laughs> あとなんか可愛い系の男の子めっちゃ推しちゃうみたいななんか性格がちょっとお乙女ではないけどちょっとそっち寄りの応援しちゃう傾向がちょっとあってそうすごい可愛いんですよオタクでめちゃくちゃ可愛いいから推しなんですよねグッズとかもねめっちゃ集めてたあの高校時代 一番グッズをね集めたキャラがね弱ペダの小野田くんでめっちゃ集めててあの高校時代ねあの筆箱とかあのめっちゃ、ね、缶バッジつけてた小野田くんの <laughs> めっちゃ板バッジみたいな,なんかもう板バッジじゃない板板筆箱みたいな <laughs> そう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 姫なのだそう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 ,そ,うその、ね、曲もめっちゃ好きで恋の姫姫ぺったんこ。 だもうめっちゃもう歌ってたそうそのねその歌ってる声優さんが田村ゆかりさんでそう田村ゆかりさんを知ったきっかけがねその「弱ペダ」だったんだよねめっちゃ可愛いんです声があれバルカン消えたそうバルカンはねあのついてたんだけどね外れちゃったんだよな お、なほさん、初訪問ありがとうございます。ありがとう。ボイスラボ東京7期生の梅本泉と申します。よろしくお願いします。な感じで、ソースも完成。見えないね。見えないね。どうやったら見えるんだ完成しました。んで、んーで。おー、チョコペンか。いいね。チョコペン、めっちゃいいね。チョコペンを。 作ります。ええー、難しそうなんだが、えーとこれでこん中にお水を入れてソースも。そうバルカンが消えましたね。バルカンが消えちゃいました。消えたけどまたつけます。お渡げさん初訪問ありがとうございます。ありがとうございます。 ボボイスラボ東京7期生の梅本泉と申しますよろしくお願いしますそう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 小野田くんがね歌うとこめちゃくちゃ可愛いのよ今ねドーナツを作ってるのでぜひ興味ある方はゆっくりしてってください <laughs> そう小野田くんがね歌うとこねめちゃくちゃ可愛いのそうめっちゃねあのオタクだからねめっちゃノリノリで歌うんですよ でね他のねあのー、キャラクターもね最初は「なんだよその曲は」みたいな感じで結構ねクールなん,なんだけど最初はねでもねあのもうあの後半戦になってくるとノリノリになるんですよみんな一斉にねあの恋の姫姫ぺったんこをね歌い始めて <laughs> めっちゃ面白いから、ね「ヨアペダ」是非皆さん見てみてくださいめっちゃ可愛いからそう主人公のね小野田くん特に可愛いいのでおすすめおすすめのアニメえー、っと うんこれで1杯のお水か最近ねそういう推しというものがねいないのでちょっと推し作りたいなと思ってるんですよねなんか推しがいると元気になるじゃんもう精神的に元気になるからさもう今推しをめちゃくちゃ探してるんですよねだからまた新たなアニメ見ようかなってアニメを見てもねなかなか推しが見つからなくてねえー、っと こまこまこさんえー、初訪問ありがとうございますありがとうそしてつまありつまありって読むのかなの母さんが2度目の訪問ありがとうございますボイスラボ東京7期生の梅本泉と申しますよろしくお願いします今ねドーナツを作ってるところだったんですよぜひごゆっくりしてってください 実実写写面白い、まあ、実写は見てなかったそうでもねその実写もあるってことでちょっとねあの小野田くんのコスプレしてみようかなと思ってねいやなんかあのハロウィンでもねさっき言ったんだけどコスプレしようと思ってるから、まあ、次は何にしようかなって今ちょっと考えてるえっ、ー、と柏木チーム B 推しさん初訪問ありがとうございます是非ごゆっくりしててください おえー、社交ダンサーさんこんばんは是非ごゆっくりをうこじやすさんもこんばんは是非ごゆっくりしてってくださいでね今ね見てる、ね、アニメがねあの「オーラン高校ホスト部」っていうねアニメ今見てるんだけどねそれをあの1日1話見てあの1日を終えるのが最近ちょっとねマイブームになってきてるんですよねそうめちゃくちゃ面白いもうキャラの魅力がめっちゃあってね キャラ被りしてなないいいいところがいいみたいなもうめっちゃハマってて「オーラン高校ホスト部」最高すぎるちょっと前のアニメなんですけどねめちゃくちゃハマってるんだよねよいしょでえー、っとそう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 オーランめっちゃ好きであのー、小学校の頃マ、まあ、アニマックスだった ステーションだったか多分アニマックスかかななんか有料のテレビのチャンネルがあってねそれで昔めっちゃ見てたんだけどちょっとね急にまた見たくなって見始めてめっちゃハマったのめっちゃハマったまた再ブームがやってきたっていう感じで今チョコ混ぜてます「オーラン大好きおをどうしよう <laughs> どうしーどうしがいる私もキッズステーションでハマったあキッズステーションだったかやっぱ。 そう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 そそれでめちゃくちゃにハマっちゃったんだよねそうハマってね好きになったの1杯だよねこれなんか1杯だとめっちゃ足りない足りないよよいしょこんな感じかでね小学生の頃はなんかハニー先輩っていうねなんかもうほんと可愛い,い系もうほんと可愛い,いあざとい可愛いい系のね男の子がいるんだけどそう 確かね高校3年生そう高校3年生なのになんか小学生みたいな <laughs> 見た目してる、ね、男の子がいるんだけど自分ねその子がすごい、ね、推しだったんですけど、まあ、今も推しだけどでちょっとねあの大人になった今見てみるとね「あ,のあれ玉木先輩めっちゃかっこよくない?」ってなってそう玉木先輩っていうねなんかいうキャラクターもいるんですけど何だろうなもう本当に王子様系っていうのかな。 そう王子様系のキャラがいてけどちょっとなんか残念イケメンみたいな感じのギャップが可愛いなって思い始めてそう推し,推しがねめっちゃ見つかるアニメだと思う <laughs> バニー先輩 <laughs> そうそうさっきのね話が混ざっちゃってる、ね、ハニー先輩そう,そうそうタマキ先輩っていうキャラクターがいてそのキャラクターもねめちゃくちゃ かっこいいというかかわいいというかそうハマってますね是非ねあのオーラも面白いからおすすめなので是非ね皆さんにも見ていただきたいアニメの一つえっへ玉かなるほどそう玉木先輩かっこいいめちゃくちゃかっこいいでね声優さんがねあの宮野守さんで そうあのシュタインズゲートのねあの主人公のオカリもね宮野真守さんでそう同じだーってなったあーねあのわかる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 京也先輩も超かっこいいめちゃくちゃわかるよ <laughs> 京也先輩もねあの見ていくにつれてねどハマりしていくあの腹黒さというか <laughs> え待ってこれ水 水なんか混ぜたんだけど全然なんか全然なんかねチョコなんだろう粉感が抜けないんだけどどうしようかなこれあれ全然お水が足りないぞ足りようたたり足りようじゃないちょっと追加していこうかな <laughs> もうルールを無視してどんどんお水を追加していくスタイル追加しますタラン お水が足りなかったので、ちょっと入れました <laughs>。そうそう、全然ね、あのー、全然なんかね。水気が足りないというか、なんでだろうね。そういう現象が。知育菓子ではたまに起きちゃうから。よし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 。こんな感じか。いや、これでもなんか、まだちょっと足りない感じするな。 うん、なんか足りない <laughs> 何かが足りない何かが足りない、うん、あでねあのレッスンでねあの先生にそうあのい言っていただいたことがなんかアニメのコスプレとかしたことあるってあの聞かれて。 いやあんまないですって言ったらなんかした方がなんかそのアニメのキャラになりきれるというか気持ちとかが分かってくるかもみたいなことをね教えていただいたからそれがきっかけでちょっとアニメのコスプレもやってみようかなって思ったのがちょっときっかけで今ちょっと話してみたんですよ <laughs> そうそんな感じで何かのコスプレ、うん、なんかねちょっとやってみたいなってそんな作用がでも確かにそうかも 確かにコスプレとかしてみたいかもって思って。へー。そう。ちょっとやってみたいなって。なるほどね。そうそうそう。なんかアニメがね、あの、好きな割には、あまりコスプレとかもやったことなかったから。どうしようかな。シュタインズゲートのコスプレでもしてみようかな。オカリン。<laughs> オカリンのコスプレしてみようかな。主人公のオカリンのコスプレ。<laughs> そうコスプレはなりきるからねキャラにねキャラになりきるからねそれかあのウーパーウーパーでもいいから <laughs> それはやってみるしかないやってみようかなやってみようか楽しみだなありがとうコスプレ楽しみにしてるありがとういやなんかねやっぱ初のキャラのコスプレだからうーんなんかねやっぱね やっぱ記念になると思っていろいろ考えたいなウーパーって何ウーパーってねあの、うん、しらないキャラ喋 <laughs> らないキャラというかなんかねうん何て言ったらいいんだろうなんて言ったらいいのかなウーパーってウーパーって何って言われたら検索検索 <laughs> 検索検索っていうしかない。 なんかね作中に出てくるなんかガチャガチャで出るキャラって言ったらいいのかな <laughs> うんそうあのうんそんな感じえ待ってまだ足りないぞまだ足りない、うん、全然足りないんだけどうんなんでだろう全然チョコにならないんだけどこれなんでえ間違えた間違えたのかなうんいや間違えてないあれあ間違えたかも間違えたかもしれない待って 待待って待っててこれ間違えたうーんえー、何だろう待ってねちょっと間違えた可能性があるええー、とねうん待ってよ間違えた可能性がかなりある うーんちょっと見てみよう分かった多分ねこれねあれだこれだこれだ <laughs> 間違えたちょっと待って間違えた可能性あるよあ間違えた間違えたね間違えてるねなんかこれさなんかこれだんだん生地になってきてないみたいなちょっとねあの思ってたんですよ薄々なんかあれみたいなこれ

なんかねなんかあら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 みたいな <laughs> おノピーさんハートありがとうございます <laughs> いい生地ができたのうん生地的には最高かもしれないちょっとやっ,ちやっちまいましたちょっと写し替えますねいやーまさかのまさかだよねまさかこんなことになるなんてはい写し替えましたーじゃじゃーんそうこれもあの そうあのでもだとしてもちょっとね水がまだ足りないかなっていう感じがしてるんだけどもうちょっとお水足そうかなうんそう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 クマさんだったっていうね <laughs> 事件が起きましたいやーな,なんかねなんかいつまでたってもいつまでたってもダメだなと思ってたらなんかこういうことが起きました <laughs> やばいよね。ちょっとね、集中力が足らん。えもうこんな時間早くないなんか早くないなんか早くないですか今日、時間経つの。早くないそう、プロ、プロのはずがこんなことになりましたね。うーん。わあ、いい香り。すごいいい香りがする。めちゃくちゃ。はあ、いい香り。 いや大丈夫ですプロはプロだからこそあのここからねあのすごいところをお見せしようと思ってるので大丈夫えあなるほどねクマの場合待ってちょっと待ってこれさクマってなるとこれ生地あのこれは一体何の生地でしょうかっていう。 あれあれ,あれみたいな <laughs> めっちゃミスってないなんかねなんかねなんか今日調子悪いみたいだなうんなんか今日は調子が悪かったかもしれない <laughs> なんかね今日はおかしい日ですね、うん、ミスるはずがないんだけどなうんなんかねなんかこういうこと起きちゃうんだよな 腕の見せどころそう腕の見せどころですね見せどころです <laughs> よしわっこれはこれあれだなんかドーナツのさあのプレーンとあとチョコの,あの味のがあるじゃないですかちっちゃいミニドーナツお菓子のドーナツ、ね、あれになんかちょっと似てるなって思ったでこれもこれも ちょっと待ってよ。これもよいしょ。いやまさかのまさかだよね。こんなことが起きるなんてっていうまさかのまさかのミス。でこれを <laughs> めっちゃボッコボコになってるけど <laughs> これをね使います。大丈夫大丈夫だ。大丈夫。ここからねなんとかしていくのがプロですからね。ってな感じで頑張ります。 いや、ちょっとね大丈夫か水っぽすぎたからだ大丈夫だ大丈夫大丈夫です大丈夫でチョコも作っていくとで作ったらこれをねえっ、ー、と耳の分をちょっと取るのかこのぐらい取ります取りましてこちらの方に入れていくとなるほどそう幻これはすべて幻です えー、なんかだんだん声優さんっぽくなってきましたね本当に本当にめちゃくちゃ嬉しい <laughs> めちゃくちゃ嬉しいえう、ー、しいな超褒め言葉ありがとうおお骨さんがフォローしましたありがとうございますありがとうこれからもよろしくねそういえばねなんか思ったんだけどもっとなんかイベントに出た方がいいかなってね思い始めました イベントまあでも何に出るかって言われたらまだ決まってはないんだけどんなんかイベント出た方がいいのかなーってっ最近は思い始めてますえこれ難しい取り出すのが一番難しかったよいしょよいしょ よし,よし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 こんな感じかなこんな感じですまたレインボースターください2個 <laughs> そうだねあのまたねあのー、レインボースターもねイベントをやってみたいなって思ううん、なんかすごいいいイベントだったからね ショールールムのイベだよ、ね、そうそうそうショールームのイベントにねちょっとまた出てみようかなって考えてるそうあの普通のそのなんだろうなゆるイベもいいんだけどちょっとまた久しぶりにガチイベとか出てみようかなってちょっと思ってるそう目標目標というか、まあ、できればねちょっと1ヶ月に1回とか出た方がいいのかなとか思い始めたりちょっとしてます えと小箱さん初訪問ありがとうございますありがとうそうガチバージョンにねちょっと出てみようかなってね悩んでるんですよねだから今ちょっとイベントを何に出ようかなって探してます探してるであれだそうそうだそれでやっとチョコソースの元うんリベンジリベンジします いいね朝から星投げしたいありがとうねすごい助かるよ何に出たいの今ちょっとねな何何かなちょっと今いろいろ見てるんだけど、うん、声優さん系のとか出た方がいいのかなとか思ったりうん思ったりまあそれ以外にも、まあ、何かいいのがあればって感じで、まあ、はっきりとはまだ決まってないんだけどちょっといろいろイベントページとか見て決めようかなって思ってます 思ってるイベント出てみたいな。よし、入れました。<laughs> 何に出ようかな、すごい悩んでる。あ、ちょっと待って、三角カップ。で、これで一杯だ。そう、絞り袋をね、うん、正しく使うよ。はい。入れます。入れます。じょう。 よしこれでね多分ね液体になると思うよさっきは全然液体にならなかったけどね今度こそ液体にしてみせる液体にしてみせましょうほいそうもうねあの私ガチイベ私あの6月にショールーム始めて2回しかまだ出たことなくてガチイベねだからちょっとね ガチイベの回数も増やしていこうかなってね思ったんだよねお、お、いい感じいい感じかうん、いい感じいや、さっきはね、ビビったもう液体にならなかったからね、すっごいビビったもう液体どころか固形になっていくんだよ、だんだん <laughs> ガチイベ久しぶりね、ガチイベ本当に久々になると思うのでね、頑張っていきたいなって思います もしね決まったら皆さんにもねお伝えしていくのでちょっとね興味がある方はねあのぜひ応援してくださったら嬉しいです朝から星投げしたいっていい響きですよねそうだよねだってさ星投げってすっごい大変じゃないですかね大変じゃんしかも朝からだよ すごいね大変なのにねなんかそうやって星投げしたいってね言ってくださる方嬉しいですなんかしたくないけどしなきゃいけないよりかすごく嬉しい <laughs> 星投げが好きな方がねなんかいらっしゃるのはいいよね嬉しいなえっ、ー、と虹さん2度目の訪問ありがとうございますありがとう そしてボンボンさんが初訪問ありがとうございます。ボイスラボ東京7期生の梅本泉と申します。よろしくお願いします。イエイこん <laughs> な感じでチョコもできて。よしあともうね、あともうちょっとよ。あともうちょっと。うん、あとデコルだけなのかなうん、デコルだけだね。ちょっと頑張ってこう。頑張っていきます。待ってね、ちょっとね、あの、ドーナツ、どうしようかな。 こんな感じでデこりますそうだな絞り袋まず先に作るかこんな感じでギュッ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 とえっ、ー、とアムトンさん初訪問ありがとうございますありがとうあ、ナハハンさんファイト一発ありがとう <laughs> ありがとうございますえっ、ー、とこれどこまで読んだどこまで読んだ えっと、オノピーさんハートありがとうございます。そして埼玉のおじいちゃんさん、だるまありがとうございます。はやちゃんさん、虹の星ありがとうございます。お、あさみんさん、音符ありがとうございます。あー、確かに。ガチべように、皆さんも虹星をゲットしないとね。あ、なるほど。虹星。そうだよね。あの虹星ってすごい力発揮しますもんね。 おトモさんこんばんはこんばんは来てくださってありがとうございますぜひごゆっくりしてってねえー、レベル10になったら虹星星1個もらえますえそうなんだあれってただあのレベルがアップするだけとかじゃなくて何か得点とかもあるんだえー、初めて知ったそれはめちゃくちゃ初めて知りましたよいしょよいしょあそうなんだね まだまだねあのショールーム始めて結構経ちましたけどねまだまだ知らないことだらけですよ私は <laughs> 皆さんの方がねきっとショールーム詳しいと思うえー、っとしべチャリさん2度目の訪問ありがとうございますありがとう <laughs> おかえりまた別のでもらえるのよえー、えー、なんかいろいろもらえる手段ってあるんだね そうなのかイベント以外にもそういうちょっとしたことでもらえてそっからもどんどん溜まってくっていう感じなのかとりあえずできたえなんか先月はショールームからメールで5個もらえましたねよくわからないけどえー、なんか不具合とかそういう系なのかななんかさゲームでもあるじゃん なんかちょっとシステムの不具合でちょっと詫びしようみたいな <laughs> なんかそういうのでさいつの間にかさ「え石こんなくれるん?」みたいな時あるじゃないですかそういう系かもよそういう系かもしれないよしとりあえず完成したのでこれからはちょっとデコレーションしていきますうわーすごいねすごいねまずはまずはえっ、ー、と そうだな、ミスドみたいにこの半分のやつ作っていこうかな半分系のやつも作っていきたいなー作っていきたいなースプーンどこ行ったーあったー <laughs> あったあったいやなんかブロック的なあれでって書いてあったんですよどういうこと何事ブロック的なって何事不具合じゃないのか パッケージより可愛いの作っちゃってくださいえーそんなもの作ってしまったらもうやばいですよねセンスがやっぱ問われるよこれどうしようどうしましょうえー、っとイルグナさん2度目の訪問ありがとうございますおかえりぜひごゆっくりしててくださいよしよし仕上げの作業ですちょっとねあのー、どうしようかな 半分系のやつあでも全く同じだと面白くないよねちょっとあのピンクで作ろうかなピンクで半分のやつ作ろうかなピンクで半分でなんか全く同じでも面白くないから黒でピンク半分みたいなやつ作ろうかなよしこんな感じで早速塗ってってるんだけどみ見えるか見えるかな半分だけピンク よいしょ。こんな感じかうん。意外とね、難しいよね。これ。よいしょ。おっ、いいかも。こんな感じですね。いい感じか。おっ、どうでしょうか。めっちゃ垂れてる <laughs>。垂れてるけど、美味しそうじゃないほら、美味しそう。 美味しそうなのがでできたでどうしようかなこれは全部全部にかけちゃおうかな全部にかけます全部にかけちゃうよいしょこんな感じかなこんな感じで全てにのせちゃいましょうおおめっちゃ垂れてるこれ水入れすぎたのかないやそんなことないかこんなもんなのかな なんか上に固定されないっていうか <laughs> あでもいいねこの垂れてるのが美味しそうに見えるのかなどうなんだろうねそう意外と落ちないほらこの垂れてるのが美味しそうみたいなこんな感じでえなんかこれ白かかってるんだけどこれめっちゃむずくないめちゃくちゃむずくないやってみるちょっとやってみようか白 白もやるかえーっと CZTCS さんえー、初訪問ありがとうございますぜひごゆっくりしてってください今ですねドーナツ仕上げのトッピングしてます <laughs> ドーナツ作ってますえー白むずくないこれ大丈夫なのか白めちゃくちゃむずくないえどどうするんだろうねこれ た垂らすのかえ難しいよ難しい難しいえめっちゃ大量にかかった難しいねうんちょっとあれだな難しかったなうんまあでもいい感じかいい感じかもしれないまだらになったかな <laughs> だいぶやばいかもしれないよしいいか で,ででででででであでもこれかわいいねこれすごいかわいい白白もかわいいねなんかさ海外っぽくないなんかこのすごいトローンってしてなんかかかってる感じがなんかちょっと海外チックっていうかいいふうに言うと <laughs> いいふうに言うと、まあ、そういう感じにも見えなくもないという <laughs> よしで これ、これをかけます。豪快に、豪快にかけます。うん、こんな感じかな。見える。うん、こんな感じだね。うん。うん、いい感じかも。なんか中心部消えちゃったんだけど <laughs>。中心部ドーナツの一番大事な部分がさ。消えてしまった <laughs>。よし。 なんかもう埋もれてしまいましたね埋埋もれました <laughs> 埋もれれままししたたねこれ完全に <laughs> いっかいいよねいいね <laughs> おまけ的ななんか感じででこれだあ待ってこれクマあっクマあれかクマちょっと諸事情であのこのこれにしようかなって思うこれにこれにしちゃおうかないや ちょっと、ね、あの黒ねとっとと塗っちゃって熊の分忘れてた <laughs> 完全に忘れてたよ熊の分を忘れてしまったという大失態なのでちょっとクマは白にしちゃおう白にしちゃってでこれちょっとねこれちょっと削ります <laughs> ちょっとねこれをちょっとねちょうう大しますねこれをちょうしましてクマを作ります ちぎりますもういろいろねいろいろちょっとミスりにミスりミスりにミスっちゃってるえっとカレナさんへ初訪問ありがとうございますぜひごゆっくりしてってください今ドーナツをね作ってるところですドーナツを作ってるところですよかったらゆっくりしてってねえー、はるさんカウントありがとうございますありがとうということでちょっとね予定と狂ってはしまった だけどもえー、っとこんな感じでちょっと作っていこうと思いますそう頂戴するしかねもうなかったのよ。でわざわざねこの茶色を余らしたのにもかかわらずねちょっとこういうことがね起きてしまって。 しょうがないねしょうがないしょうがないけどそこを修正するのがプロの仕事ですからね <laughs> プロとしてえひでぽんさん2度目の訪問ありがとうございますそう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 書いてないのよもうね勝手にもうねクマが登場してるのこれ <laughs> だから書いてなかったから、うん、うん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  こんな感じでちょっと転がりそうで怖いけどクマちゃん白いクマちゃんできましたでできたらできたらこれでちょっとね描いていくっていうえどうしよっかなこれみんなに見えるようにどうやって描いてったらいいんだろうねちょっとわかんないねちょっとわかんないねわかんないねよいしょ足が足がやばいめちゃくちゃ痺れてる めっちゃ痺れとあ <laughs> 最近ねあのー、ショールーム配信で長時間座ってるからなのかね膝が痛くてもうガタが来てるのいきなりガタが来てます最近とよいしょこんな感じではいえっ、ー、とこれで。 くますクマちゃんを描いてきます。おお、耳がね、耳が転がりますけどね、これ。大丈夫かな。よし、くまちゃん、描いてきます。ここがわかりやすいかな。あ耳、耳がね、転がる。ちょっと転がるけど、無視無し無視して、ちょっと一旦転がる耳は、ちょっと置いときます。耳を置いといて、とりあえず顔に集中させますね。よし、とりあえず、あ見えない。見えないね。こうか。こうで。 目を目はこれだいぶ下の方が可愛いいと思うからこの辺かなこの辺にちょこんうんこんな感じかなこんな感じでうんでこっちにもこっちにも見えないけど見えなくて申し訳ないこんな感じかなうんかわいいで ちょっとねあのー、このパッケージのやつとは違う感じで書いていこうかなで口はね自分ねシンプルにオメガっぽい感じでやってみようかなってシンプルにオメガでシンプルオメガちょ,ちょっと見えないなこうかこうでちょっと待ってね集中集中させますえめっちゃかわいい見て いめちゃくちゃかわいいんだけどめっちゃ可愛くないえ可かわいすぎないこれ超かわいいめちゃくちゃ可愛くないこれ超かわいいと思うんだけどほら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 超可愛くない上手くない自画自賛っていうかそう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 オメガちゃんのこれかわいい愛くてこれもツイッター載せちゃおうかなっていうレベルでかわいいんだけどこれ可愛くない 食べないで。<laughs> 耳耳はよ。<laughs> うるさいんだよ。<laughs> うるさいんだよ。耳つけるから待っとけ。<laughs> 耳つけます。あ、ついたついたついた。下までついた。ちょっとバチが当たった。こんな汚いことが使うからちょっとバチが当たってちょっとねついちゃった。<laughs> はいつけます。つけるね。つけますよ。はい。はいつけまーす。はいつけま,ーす,、はい、つけまーす。はい。 耳をつけますねつけてあげますよしょうがないからはいはいおあかわいいめっちゃかわいいすごいかわいいかわいいのができたほら見て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 ,見てちょっとねやばいけどほら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 かわいくない超かわいいね待ってあとほっぺたもねいるんだこれほっぺたも重要だからさめちゃくちゃかわいくない 超可愛くできた自信があるよしつけましょうつけましょうえほっぺたこれで失敗しちゃったらやだなやだなやだなこれで失敗したら最悪えー、どうしようかな,なんか失敗しそうで怖いんだけど失敗失敗しそうで怖いからちょっと ちょっとここでやるわ <laughs> <も>失敗 <laughs> 失敗しそうで怖いからちょっとここで盛り付けようほうんよいしょちょっとここでよっおいいいいいいめっちゃいいめっちゃいいかわいいかわいいかわいい,わい,いほら見て可愛いすぎる ん眉毛ああいいねいいこと言う眉毛描いてみないいいいいね太眉にしよう <laughs> うん太眉太眉にしようかちょっとうんなんかいいね太眉描いてみたくなったちょっと待ってねここで描くからちょっと待ってねえー、っとエヴァシリーズさんこんばんは来てくださってありがとうございますありがとう <laughs> ちょっと今ねデコレーションしてます ちょっと太眉描いちゃおう太眉描くねちょっと耳一旦バイバイやわこれちょっと耳を一旦退散でここでねちょっと描くね失敗怖いからね失敗怖いよしてよ <laughs> なんか可愛いな かわいいめちゃくちゃかわいいのできたえちょっと待って片耳どっか行っちゃったんだけどえ嘘片耳消えました片耳がどっか行っちゃったんだけどあれえどこ行った片耳片耳ガチでどっか行っちゃったなんで置いたはずなのにあたったあ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 った,ったいやめちゃくちゃかわいくなったからちょっと見てほしいちょっと見て見ていただきたいちょっと後からツイッターに載せるね ほら、こんな感じほら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 ,ほら,ほら見て見える可愛くないああ <laughs> ちょっと待ってねこんな感じ使っちゃったんだけど耳ね水の中にドッポンしちゃったんだけどえ大丈夫そうこれなんか耳の中に耳あの入っちゃったんだけどこのコップ水が大量に入ってるコップの中に最悪だ最悪すぎるこんなふうなことがあるのか いいんだよこれがあるからまだ予備予備があるからねえそう,、うん、も,うもう事故だよねもう水の中に浸かってしまいました耳が <laughs> 事故ったしょうさん発報もありがとうございますで、ね、もこんなことがあっていいのもうん、はいはい予備予備はいはいこんな感じですちょっと後からねツイッターに載せますでこんな感じでできましたら最後にここトッピング 最後ねこれ黒がいいと思いますあ、黒で作ろうか黒で半分のやつを作ります半分のやつを作っていくっていうよ難しいんだよねこれお。おい、いいかもしれないすごくいいかもしれないおうまい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 ,うまい <laughs> これミスドでいけそうだよこれほらミスドミスドで売れそういい感じにできましたねできた完成あ待って待って完成じゃないまだちょっと訂正えーとね待ってねどれだっけあそう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 このクランチってやつをね最後に載せたら完成です完成そう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 予備の耳があるから 以上でクランチをね最後にのせますあこんな感じなるほどなるほどあこれかこれもあるのかじゃあクランチをどうしようかなちょっと待ってね2種類あったクランチとこれ2種類あったからちょっとこのクランチってやつを この,この半分のやつに乗せていこうか半分のやつと白いのに乗せていきますいやー怖いねーこんな感じかここおおいいほら美味しそうめちゃくちゃ美味しそう美味しそうだねでよいしょこちらにもクランチを載せます よいしょよいしょうんこんな感じかなでのせたら最後にこれをねピンクの方にのせますよいしょ結構時間かかるねこれねよいしょよいしょのせてきますよいしょのせますさらさらさらパラパラパラーおおすごいいっぱい いっぱい落ちてくるね。うん、こんな感じかな。おこぼれるでこちらにも載せます。よいしょ、おいい感じ。いい感じ。超いい感じにできました。じゃじゃーん完成しました。いえいえ、いえいえ、完成です。完成しました。ついに完成しました。あ、これやばいな。ふやけてるな。完全に <laughs> ふやけてる。 はい完成しました。イェイイェイイェイという感じでねよかった完成してパチパチありがとういやーねーあーめっちゃいい香りもうめちゃくちゃにいい香りで美味しそう美味しそうすぎたおパチパチ本当にありがとうございます嬉しいな嬉しいな。嬉しいな そう、今日の夕飯です今日の夕飯完成ーよかったーお、結城さん誰もありがとうありがとう高尾りんごさんハートありがとうございますえーと、あと、えーと、はるさん、結城さん星ありがとうございます星ありがとう熊の上のやつくださいあげるわけないだろ <laughs> この耳をなんだと思っていらっしゃるんだうーん <laughs> <laughs> お夕飯おめ夕飯おめありがとう夕飯今日の夕飯完成ですバチバチあこれちょっとね写真撮,る撮ろうかなちょっと撮っちゃおうかな写真撮るのでちょっとね待っててね写真を撮りますのでよいしょよいしょ撮ります写真を。 よいしょよいしょー,しょー本で本で写真を撮りますえっとカメラどこだカメラが見つからない事件えカメラどこ <laughs> あったあったカメラあった撮ります撮りますどうぞどうぞ撮りますねいやこんな感じかな よし取れた <laughs> 連車そうそうあのツイッター用だからさもういろんな角度からねもうバシャ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 ってね取らないとね落ち着かないんですよてな感じで完成したから食べようか食べましょう食べようかなと思います食べますいや取りすぎでしょいいんだよ <laughs> それぐらいでいいんですよ グラビア撮ってるのかなそうそうそうこのくまちゃんのグラビアを撮ってました <laughs> おマープーさん花火ありがとうございますありがとうということでいただきますいただきますどうしよっかなどうしよっかなこれこれからこれからミスドにありそうなこれからちょっと食べていきますいやおいしそうおいしそう食べよううん持ってない

ちょっと程遠い感じはするけど美味しいドーナツよりもねちょっと水分って感じがするかも作り方ミスっちゃったのかな水分っぽいなんか水分がいっぱい入った生地っていう感じがするでも美味しいかな美味しいうんこの感じあれなんかどっかで食べたことあるこの味なんか生地感生地感うーんなんかどっかでねどっかで どっかで食べたこことあるるようなこの味するんだけど思い出せない思い出せないけどなんかどっかで食べたことがある味なんだよねこれこの生地って感じこの生地っていう感じがねどっかでどっかでどっかでねどっかで味わった味がするんだけどね忘れてしまいましたちょっと忘れたもんじゃもんじゃではないもんじゃではないあそうかもあげてないからかな多分そうそう 揚げてない、焼いてない感じ焼いてないっていう感じがする焼いてない音はじゃがりこえー、濡れせんうん違うんだよななんかねなんか食べたことがあるような味がするんだけどね分かんないちょっとチョコも食べてみようかなチョコもちょっといただくねチョコこれこれをいただきますこれも味違うのかなこれ これは確実に水の味がしてもおかしくないぐらい二回ぐらい入れちゃったからね水ちょっと食べてみよういただきますうんあれうんうんあれなんかあんまりココアと味あれ なんかどっちも味変わんないかもなんかほぼ一緒ほぼ一緒かなあーそうかもなんかねカントリーマームの味にちょっと似てるかもしれない言われてみればちょっとカントリーマームちょっとなんかサクッと感のないカントリーマームって感じの味がするうんあそれそれかもしれないちょっとカントリーマームかも まあでも言われてみればココアかなみたいなそんな感じなんかほぼプレーンって感じがするうん確かにねカントリーマームっぽさがねちょっとあるかもしれないわかんないけどそれっぽいかも水分はなんかね気にならなかったこっちと一緒全く一緒なんか水水ってか一緒一緒だった水分量はえーとしじみさん初訪問ありがとうございます ぜひごゆっくりしてってください。ボイスラボ東京7期生の梅本泉と申します。よろしく。てな感じでね、ちょっと食べてみたんだけど、うん、なんかドーナツというよりもね、カントリーマーム、めっちゃ近かった。カントリーマーム。えっ、ー、と、ほっそりさん2度目の訪問、ありがとうございます。おかえり。おかえりということでね、でも美味しかったかも、美味しかった。 なんか新,新食感って感じなんかカントリーマームの水っぽさがある水っぽい水水があるバージョンっていうのかなシジミさんがフォローしましたありがとうございますありがとうありがとうございますちょっとこれだけで食べようかな乗ってない状態でいただきますうんででこっちもちょっと食べてみよう あうん、うん、黒い方がなんか美味しいなって感じちょっと美味しいかもしれない黒い方がちょっと美味しいかも <laughs> でもあんまり分かんないかな自分は分かんないちょっとバカ舌すぎて分かんないかもえっとまどかさん初訪問ありがとうございますゆっくりしてってねえっ、ー、としょみちゃんさんが2度目の訪問ありがとうありがとうおり えーとさるちゃんさんが初訪問ありがとうございますぜひごゆっくりしてってくださいヒロさんも初訪問ありがとうございますボイスラボ東京7期生の梅本泉と申しますよろしくってな感じでね食べてみましたあえて言うならもううう少しどななるといいあえて言うならばもっと味がねアップするならばなんか電子レンジをね使うやつが あるんだけど電子レンジを使うドーナツだったらそれっぽかったかもしれないというかサクサク感が欲しいなっていう感じかなあえて言うならその方ががんかドーナツっぽさがあるかもしれないなんかね何だろうサクッと感がない感じのドーナツって感じがする何だろうなそんな感じかななるほどなるほどそうチンしたくなる チンしたくなるっていうかそう熱熱熱感が欲しい熱なんかドーナツは熱くないよね熱くないけど熱,熱い状態では食べないけどいや焼いた感が欲しいのかな焼いた感が欲しいのかえーとナハハンえー、っとなははんさんえっとぶどうありがとうぶどうありがとうございますぶどうありがとうえーっと いいかなサーターアンダギー食べたいうんそれな <laughs> それなサーターアンダギーね昔食べたことあるけどめっちゃおいしいよねもう本当にこんな丸いやつだよねなんか一見なんだろうおいしいのかおいしくないのか分かんないようなそんな見た目してるけどシンプルでおいしいよねあれ。 えーと号機422932度目の訪問ありがとうございますおかえりということでねドーナツ作り終わりました皆さんどうでしたかね夜ご飯いや作れてよかった <laughs> また配信後にも食べながらちょっとツイッター更新していきたいと思いますいやあまりにもねあのクマちゃんがかわいかったからちょっとこのクマちゃんかわいかった のでちょっとツイッターアップしようかなって思いますミスド行きたくなってきた確かにミスドも行きたいあのポンデリング自分大好きだからさミスドちょっと行きたいなミスド行きたい近くにあったかななんかミスドを食べる配信とかよくない <laughs> ミスド食べながら皆さんとお話しする配信とか超よくない おーおのぴーさんありがとうございますあ花火花火だありがとう花火ありがとう <laughs> 衝撃の残金発表からチークまで楽しかったですありがとうございましたそうそう明日はね100円で乗り切るって決めたからちょっと頑張ります100円生活頑張ります ね、ミスド食べながらとかなんかねモッパン的な配信とかやってみたいなって思うのでまたやるかもしれないからぜひ遊びに来てくださると嬉しいですそうシンプルモグモグ配信機会があったらぜひうんやってみるちょっとねモグモグも考えてみますそうだあのー、まだねあのー、前ん前回じゃ間違えましたあのー、イベントで あの特典でねあのクオ・カード1500円分ってやつをねあのいただいてこの間皆さんとその使い道のねちょっと話し合いをした時にそう配信で話し合いをしたんですけどなんか辛いもの食べたらいいんじゃないっていう、ね、方がいらっしゃってでコメント欄で「それでいいねいいねいいね」みたいな感じですごい来てたから多分ねあの辛いものを食べるちょっと配信になるかもしれないですちょっと。 画材を買うのもいいんじゃないかっていうのも来てたけどなんか辛いもの食べるとかそういう配信とかやったことなかったなと思ってだからもしかしたら辛いものシリーズの配信ちょっと始めちゃうかもしれないです俺も明日は100円で頑張ってみよう無理しないでね <laughs> 無理しないでねいやそれ真似しちゃあかんやつ <laughs> 100円で頑張ってみようあでもいいと思うなんか食費節約とかになると思うから100円ちょっと チャレンジしてみたい方ぜひ一緒に100円生活頑張ろう <laughs> 食べ比べ食レポも良さそうあ確かにね同じ辛いものとはいえ味とか全く違うし辛さの比較とかもしてみたいかなうん泉ちゃんのもやし生活は嫌だわごめんな,なごめんなんでもないですもやし生活 ゆうさんもしする <laughs> 生活 <laughs> してみる俺は1円どうするんだ <laughs> どうやって生活するんだ逆に1円で生活毎日できたら200円だから100日100日1円生活できそうだよねどうなんだろうねちょっとねそろそろ配信終わりにしようかなと思います作っちゃったしねそろそろ配信はここらでおしまいにしようかなとう <laughs> 思いますよということでえー、っとお、えー、っと高尾りんごさんハートありがとうございますありがとうそしてよりぱいさん花火いっぱいありがとうございますありがとうありがとうございますはーいうーんもやしのバター炒め美味しいよね美味しいよねちょっと今度フライパン買ってみようかなお疲れ様でしたお疲れみんなお疲れ あれもしかして長時間配信になっちゃった可能性あるんだけど、ちょっと長い時間ありがとうございました。あだ、だ、手ぶつけちゃった。ぶつけちゃった。はーい、はーい。ということで、えーと、ちょっとね、壇上を読みしたいと思います。ちなみに、明日はあるのかしら明日も、えーと、日曜日だからあります。ありますよ。ということで、また明日も遊びに来てね。 ということで読みます読みますねえー、と13位1,2,3,4,5さんありがとうございましたえー、そして12位イオリさんありがとうございましたえー、11位ナハハンさんありがとうございましたえー、そして10位マープーさんありがとうございましたえー、そして9位は高尾オリンゴさんありがとうございました えっと8位チュリさんありがとうございました。ありがとうえー、そして7位はオノピーさんありがとうございました。ありがとうえー、そして6位はゆきくんさんありがとうございました。ありがとう。えーと、そして5位はゆうさんありがとうございました。そして4位ははるさんありがとうございました。ありがとう。 えーとそして3位はあさみんさんあさみんさんありがとうございました今日も来てくれてありがとうございました <laughs> そして2位はゆうきさんゆうきさんも今日は来てくださってありがとうございましたありがとういつもありがとうございましたえー、そして1位ははやちゃんさん今日も本当に来てくださってありがとうございました楽しかったですありがとうはやちゃんさんいつもありがとう。 ということでパチ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 皆さんパチ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 ということで今日も来てくださってどうもありがとうございましたまた次の配信もぜひ遊びに来てくださいおやすみなさいということで皆さんありがとうございましたカウントとかねあと星もたくさん今日もいただいて本当に嬉しかったですありがとうございました 長時間おつでした。こちらこそお疲れ様でした、皆さん。ということで、おやすみなさい。また明日。また明日、お会いしましょう。ということで、バイバーイ。